感いただけますでしょうか。ちょっと16時を待っておりますが、今しばらくちょっとお待ちいただければと思います。That's a big deal. はい、それでは、第2部プロツールス11 in the future セミナー、始めてまいりたいと思います。2部からご覧いただいている方もいらっしゃいますかと思いますので、改めて自己紹介させていただきます。ロックオンプロ、セールスエンジニアやっております、宮川と申します。よろしくお願いいたします。そしてですね、まあ、一部の方でも、プロツールス11の方、詳細解説をしてまいりましたが、二部の方は少し視点を変えて、また新たな切り口でご説明をしてまいりたいと思います。まずは、ご挨拶をいただきます。
ね、はい、プロ、アビットの方から、プロオーディオセールスマネージャーの時和野さん、いらしていただいております。まず一言ご挨拶をお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、アビットの時和野と申します。DIVの方はですね、ポストプロダクション主にそう、一部の方はですね、クリエイターですとかエンジニアの方向け、パーソナルで、プロトゥールズを、単独で使いたいというお客様向けの機能を中心で ご説明したんですけれども、2部の方は、ポストプロダクションワークフロー、小規模な形で、ワークフローを組むだけではなくて、中規模大規模、それからそのビデオとの統合、そういったような環境も含めて、皆様にお役立ていただけるような情報もお出しできればなというふうに考えております。まずはそのプロトゥールズ11 の、 そういった HD に特化した形になりますけれども、機能の方をご紹介させていただこうと思いますので、どうぞごゆっくりお楽しみください。はい、ありがとうございます。そうしましたら、2部の方のご解説の方なんですけれど、まず前におられますお二人またご紹介させていただきたいと思います。アビットから、プロダクトスペシャリストダニエル・ラベルさんです。はい、そして、ロックオンプロ、プロダクトスペシャリストの前田洋介でございます。よろしくお願いします。はい、で2部の方は、こちらも、講師ゲストをお招きしております、MA エンジニアの河原崎聡さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと一言、言います。今現役の MA エンジニアなんですけど、アビットさんとはアイコントレーナーとしていろいろ長い間お付き合いさせていただいてますんで、多分ポスプロさんだったらアイコントレーナーとしてもしかしたら顔を少し知っていただいているかもしれませんが、今回は11 の、発売ということでちょっとアイコンとは違うんですが、エンジニア目線で、ちょっとちゃちゃを入れて新しいはい、アビットさんのこのあれ技術をちょっと一緒に入れてみたいかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、そうですね、いろいろとインストールとやら何やらとか、いろんなお作法があるかと思いますが、その辺も最後にまとめてお伝えをしていこうと思います。で、それではセミナーの本編の方に入っていきましょうか。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ2部の方、ポストプロダクション向けということで、始めさせていただこうと思うんですけれども、まずはプロツールス11、今回の本当に、お題目になっている部分、説明させていただいた後にですね、先ほどご挨拶いただきました時和野さんの方からアビットのそのトータルのポストプロダクション向けのワークフローという部分で、共有ワークフローだったり、アセットマネジメントだったり、そういったところのご説明をいただこうというふうに思っております。そして僕らの方からもプロツールス、実際にバージョンアップするにはどうするのか、どういった買い方があるのかといったところも最後にご説明、そしてやはり新しいものですので、さまざまなトラブルだったりとか、そういったインストールいろいろとちょっと難しい部分だったり注意していただきたい部分、そういった部分のサポートの情報に関してもお伝えしようと思っておりますので、最後までお聞きいただきますようよろしくお願いいたします。それでは早速プロツールス11のお話行ってみようと思います。ちょっと一部の人は重複してしまう部分もありますが、そこは、ご了承いただければと思います。まずはプロツールス11のハイライトという部分になります。やはりこれは、64ビットのアプリケーション化されたという部分、そして、AAE と呼ばれる、アビットオーディオエンジンですね、従来の DAE から、完全に一新された新しいものとしてアビットオーディオエンジン、64ビットのオーディオエンジン部分というものが搭載されております。そして、AVE ですね、これポストプロダクションの方にとっては非常に重要な部分かと思うんですけれども、ビデオエンジン部分というのが、従来のクイックタイムのエンジンからメディアコンポーザーのエンジンにスイッチしています。やはり汎用性の高かった、クイックタイムではあるかと思うんですけれども、さらなるプロフェッショナルユースというところを見て、メディアコンポーザー、業界標準ともいえるノンリニアのエディティングシステムかと思うんですけれども、そのビデオエンジンというものを完全移植されております。そして、大注目の機能ですね、オフラインバウンス、この機能に関しては、実際に、後ほどデモを含めて、細かくご案内をさせていただこうと思います。そして、メーダリングの部分、この部分に関してもやはり、実際のワークフロー作業の中で非常に役に立つ部分たくさんあります。この部分もデモの方させていただこうと思います。そして、64ビットアーキテクチャという部分に関してなんですけれども、
まずはやはりメモリスペースが、増大してますと。 32bit の場合やはり 3.2GB という、32bit の壁というものがあったんですけれども、これが 64bit になったことでほぼ無制限というような形になっています。なので大規模なセッションだったりバーチャルインストゥルメントを使ったセッションというものもサクサク動くようになっております。これサラウンドのセッションだったりあとは映画だったりの大規模なセッションというものも柔軟に対応できるようになっております。そして64ビット化されたということで何が変わったかというところなんですけれどもインストーラーが変わりました。先ほどのオーディオエンジン AAE ですね、ビデオエンジン AVE、 そしてプラグイン、これは AX というものになります。アビットオーディオエクステンション、そしてオートメーション、メーター、ユーザーインターフェース、ワークステップスペース、こうやって上げてみると、まあ、言ってしまえば全てが新しくなったものと言ってしまってもいいと思います。そちらにも11の画面立ち上がってるんですけれども見た目はそんなに大きくは変わってないところが、まあ、これが逆にプロツールスのいいところでもあると思います。ショートカットだったり GUI の部分っていうのは大幅な更新をせずに、中身だけをごっそり入れて帰ってきた、これが、11というような形になると思います。でオーディオエンジンに関しては CPU リソースインテリジェントにしよう、ダイナミックプロセッシング、ローレイテシープとバッファー、オフラインバウンス、メーター表示、タイムスタンプオートメーション、こういった様々な機能が追加されています。一つちょっとご説明したいのがこのタイムスタンプオートメーションという部分ですね。ここの部分に関してはオートメーションデータ、プロツールスほぼ全てのパラメータをオートメーションすることができる非常に強力な DAW として有名かと思うんですけれども、実際フェーダーのボリューム情報、まあ、DAW にとって一番 大切な情報、これ以外のオートメーションに関してはサンプルアキュレートではなかった、もうちょっと粗いというか、その CPU の処理の負荷に応じて、柔軟にこう間引き処理をするような、動作を行っていたんですけれども 64bit やはり余裕ありますので、全てサンプルアキュレート、実際にそのピボットを打ったポイントで、そのパラメータが動作するように変更になっております。そしてこれはちょっと機能紹介というところになるんですけれども、プロツールスの11、通常こういったノート PC とか単体で動くものと、あとは HD のシステム、 HD ネイティブ、 HDX、 この HD のシステムとやはりソフトウェアもプロツールス11とプロツールス HD11 と2種類あります。で、このプロツールス HD11 のみの機能というのが数点ありますので、そこはちょっと切り分けるという意味でご説明させていただこうと思います。このメータリングの部分ですね、メータリング複数のこの VU だったり RMS、 あとは経営システム、ゲインリダクションの表示、ここら辺というのは HD のみの機能という形になります。そしてチャンネルストリップでインサートでゲインリダクション表示、インサートタブにここにちっちゃくゲインリダクションの表示が、表示されるようになっているんですけれども、これも HD のみの機能です。あとは AVE 機能、これに関しては、無印のプロツールス11の場合は、1トラックのみのビデオ再生、そして1ファイルのみです。編集ポイントがあったりとかしたらやはり、これは今まで通りですね、複数トラックだったり編集点がある場合には HD のみという形になります。そして MPEG コーデック、あとは複数ステムの同時バウンス、これはオフラインバウンスの時に、複数のステムを同時にバウンスすることができるんですけれども、これも HD のみの機能という形になります。そして、ダイナミックプラグインプロセッシングの部分になるんですけれども、ここはちょっと実際の動作を見ていただきたいんですけれども、これがどのようなものかというとですね、実際はこのプレバックエンジンの中でこのチェックボックスを入れるだけなんですけれども、このチェックボックスを入れることによってこちらの画面見ていただくと分かりやすいんですけども、このタイムラインってあまりクリップがありませんよね。ですので、CPU のこれ使用率をグラフで表している、システムユーセージ、システム使用状況のウィンドウなんですけれども、少ない。こちらの画面の場合は、オーディオクリップがたくさんある。なので、CPU のユーセージが増えている。というふうに、同じセッション内で、CPU の使用率というのが変動する。実際に処理を行っていないところは CPU リソースを解放して負荷を軽減、
そして、実際に使っているところだけ、CPU のリソースを確保するというようなことを行うのが、ダイナミックプラグインプロセッシングということになります。ただ、この機能ですね、ポストプロダクション、後ろにお客様を背負っての作業をされているような環境であると、やはりその再生しました、でも途中でトラック数がどんどん増えていって、ある一定のところで、CPU オーバーロードして止まっちゃいました。これちょっとやはり格好がつかないところがあると思います。それを防ぐためにあえて、この、非常に優れた機能ではあるんですけれども、オフにする、オフにしておくことで、セッション開いた状態で、プラグインの挟まっている分だけ CPU リソースを確保しますので、ちゃんと最後まで再生されることが、保証される状態で開くことが可能になるということになります。この部分はいかがですか？ちょっとまあ気になることがあって、一つ、まあビデオから来て、やっぱりクイックタイムのビデオをやっぱり MA ってよく再生するんですよね。はい。で、まあオーディオだけなら、まあそんなに MA とかトラックス使わないんですけど、ビデオを再生すると途端にパフォーマンス落ちるっていうことあるんですよ。はい。それがこれによってまた改善されるのかどうかっていうのちょっと疑問だったんですが、実際のところはですね、やはり64ビットネイティブになったということで、ビデオの再生負荷というのも非常に小さくなっているというのは一つ、はい、対応するコーディックも増えましたよね。そうですね。そうですよね。うん、でクイックタイムに関しては、今度アビットビデオエンジンということで、アビットビデオエンジンにとってみると、クイックタイムというのは実は、AMA というアビットメディアリンク、アビットメディアアクセスという機能を、利用しての、再生になるんですけれども、ちょっとそこはじゃあ後で、詳しい説明あるので、まあ、うん、お願いします、うん、そこの再生の時にじゃあちょっと CPU のユーセージをチェックしてみようと思います。はい、お願いします。はい、じゃあ、オフラインバウンスの機能に移ろうと思います。リアルタイムより高速なバウンス、これはどんな現場でも、非常に、価値のある機能だと思います。実際どれくらいなのっていうのが一番多分気になるところだと思うんですけども、それは後ほど見ていただくとして、複数のステムを同時バウンス可能です。これはいくつでも設定可能です。そして、これも後で実際に見ていただきたいんですけれども、このステムの数が増えたら、いやじゃあ2つにしたら倍かかって、3つにしたら3倍かかるんじゃないのって思われるかもしれないんですけれども、実際はほぼ同じ時間でワンステム作るのと同じ時間で複数のステムの同時書き出し、さらに言うとこの MP3 オプションを選んだとしても、実際の作業時間というのはほとんど変わらないです。そして、作業自体もアウトプット、まあ、ここのアウトプットのステムを作りたいんだという時も、このミキサーウィンドウであればミキサーのアウトプットタブですよね、エディットウィンドウのアウトプットタブを右クリックすることで、このバウンスというメニューが表示されますので、まあここのトラックのステムが作りたいんだよって言ったら、もう本当にグラグイ上でここをっていうところで右クリックしていただければバウンスすることができます。じゃあここはデモの方お願いします。 OK, so what we have here is a 2-minute television commercialThis is got video imported from Media Composer 7, directly imported from an AAF. It's playing back DNX HD codec directly within Pro Tools. Now, we also have a Mojo DX today. There isn't a screen attached to it, but you can play directly from the Pro Tools timeline out.External peripherals also. これ2分ぐらいのテレビ CM のセッションになります。でこのセッション自体は、メディアコンポーザー7から AF で書き出されたものをそのまま張り込んでます。で、ちょっとポイントが、DNX HD コーデックだと彼今言ったんですけれども、ここが AMA リンクという、機能によって、コーデック変換なしにそのままダイレクトに張り付いてます。そして、これ新しいフュージャーなんですけれども、モジョ DX、これからの出力ということも可能です。すみません、今日のセッティングだとちょっと画面が足りずに、ここからの出力という形ではないんですけれども、実際ここからの出力ということもできるようになってます。 An important feature for MA engineers is you now can have the desktop video and also the external video output running at the same time、
で、これ面白いんですけども、今までデスクトップビデオを使った時って外部アウトできなかったんですけれども、同時にデスクトップのビデオと外部アウト同時使用ができるようになってます。So that's certainly handy if you have a monitor next to your mixer and you're also using your SDI for your voiceover booth or something like that. そうですね。手元のやつと SDI アウトで、ナレーションブースとかに送ったりとか、さまざまな活用方法があると思います。So we directly have DNxHD MXF and we can frame tab through that on the desktop. Of course we canscroll through that as well, and that's directly using DNxHD HD video on the desktop, well, in Pro Tools. And as you asked before about CPU usage. Yep. Rockstar or jet set executive? So, rock and roll jet 2%. Set executive. No problem. これ実際に、プラグインの方は全部、HDX That's right. Most of the plugins are DSP. で、CPU を使っているのはビデオ再生のみというような形になるんですけれども、ビデオ再生今見ていただいたようにこれ今 DNxHD の、145でしたよね145 i7 Core i7 DNxHD、145のワンストリーム再生で、CPU の使用率が 2%、まあ、ほぼすごいですね、まあ、影響ないと言っていいと思います、はい、OK, so let's have a look at the offline bounce、yes. ちょっと今のうちにですか、これって、はい、この機能ってあのポスプロさんには最大 のアップデートの機能だと思うんですよ。まあ、何でこれが必要なのかっていうと、もう今放送業界ってラウドネス必要になってきましたよね。でラウドネスってあの平均取るじゃないですか。だからまあプラグインでもまあ見ながらだいたいまあマイナス24あたりを前後させながらミックスするんですけど、ある程度それを考えないでちょっとバッとミックスしてしまってこのオフラインバウンスで一回ちょっと見てみるっていう手はあるんですよ。それで、その後にあの例えばあの多分これからステムのバウンスもあるっていうのはどういうことかっていうと、一回ミックス作った後にいや音楽だけのトラックとか SE だけのトラックとかダイアログだけに分けてほしいとかってよくあるんですよね、こういうケースって。でもそれがオフラインバウンスになれば実時間必要なくなっちゃうっていうんで後作業はもうかなり効率よくなってもう多分 MA には絶対必要なのかなっていう気はします。ただ、まあ、使い方がやっぱり大事なんでその辺はちょっと後でなんかもし必要なもの、ね、はい、どうすればそれができるのかっていうのはやっぱりちょっと、ちゃんと使い方を考えて、もらうっていうのは必要です。それはちょっと、はい、もし分からない人がいたら後で来てください、はい、すみません、お願いします。 So for the first time let's just bounce out just the mix. So we'll right click which will take usTo the new bounce option, right click at the output to open the bounce window. 今マスタートラックのアウトプットタブを右クリックでバウンスですね。ミックス。これ通常のバウンスの動作ですよね。はい。So this is the bounce window. This time we're just going to do a single stem. We'll do multiple stems in a minute, which we simply do by adding the plus button. But we'll just do one to begin with.で最初はまず1個から試してみたいと思います。So firstly, this time we're going to import our mix back into Pro Tools. So we've got our after bounce import into Pro Tools option ticked. This time we're going to make an MP3 as well. Let's say we're sending it to the producer or overseas, so we need a small file.MP3 を同時に作成するようなオプションですね。And the most important box is this little checkbox here, the offline bounce box. 一番大事なボタンはここにあります。これ忘れると実時間になっちゃいます。If you unclick it, it will do the same as before, a real-time bounce. 外れてると従来のリアルタイムバウンスですね。はい、So we'll call this file name ですね。It's called this commercial is called the deal. We'll say the deal final mix.And we can now bounce it out. We'll get the MP3 window.
which is MP3 オプションを選んでたので MP3 のこれはオプションですね。But this time those settings look fine, so let's just go on. So as we can see, the bounce has already started, and we're getting up around eight times faster than real time. 8倍ちょいぐらい。2分の作品だったらこれぐらいと。So from there I'm going to make a new track and I'm going to import my mix into the same selection area as I made before. で同じタイムライン、まあ、同じ選択エリアに貼り込むと。So that quickly I have now got the mix. If we solo this. That mom will love or a bad girl. And then solo But our mix. It's an adventurous streak.They sound exactly the same. They are the same output. But what we were talking about before is what if you want to do multiple stems, which I was a MA audio engineer for nearly 10 years in New Zealand. And I had to do this every day, at least a mix and an M&E mix, at least. But sometimes dialogue, music, reverb as well. So it's aIn post-production, it's a huge feature. So let's grab our output again. So again, just right-click. We're going to go to our offline bounce window. And this time, let's add some more stems. So in my I/O setup, I've already set my bus names to names that make sense, like my music bus.A music bus, a reverb bus, a sound effects bus, so that when I come to bounce, it's very easy to see what it is that I'm bouncing. ここで表示されるのは IO 設定の中のバスで設定した名前という形になってますね。So at the moment we have a mix, music, reverb, sound effects, sound design, Atmos, delay, dialogue, Foley, and also a mix minus which doesn't have the end voiceover in it, which is quite common.And so we're going to send this to a studio overseas, let's say. Yep. So we're going to make an MP3 as well this time because we want to send it very quickly via email or Dropbox or something like that. So this time I'm going to call it the Deal Final Mix and Stems. So what we can do now is...bounce that and we'll get the MP3 window once again、yep. and then we can begin bouncing、zoom in please that doesn't look quite right to、huh? me hold on one second、huh? that didn't look quite right to me、let me just check that once more so we'll just、select the area that we want to bounce、oh. that will help、where are we there I think yesSo we'll just make sure we select the area that we want to bounce beforehand, which I should have done. And ちょっと選択していた範囲がちょっと違ったので選び直してます。So we'll get rid of the outputs that we don't need. We have our mix in there. And we want an MP3, so we're going to call it Final Mix and Stems, and we'll call it Final Mix and Stems 2, just because we've already done it once. Let's choose a new place. I'm going to go to my desktop and...make a new folder. I'll make a new folder here and call it the deal stems. このバウンスファイルの保存先の指定方法もちょっと変わってますね。ファイルネームの付け方とか。And from there we can push bounce. It'll give us our MP3 option once again and we can let it go from there.、Yeah. So now we're bouncing out about8 stems, but it's bouncing at the same speed as before. Yeah, sure. thank you. ほとんど変わんない。8倍ですね。So when we did one stem in an MP3, it bounced at around 8 times. When we did multiple stems in an MP3, it still bounces out at about 8 times. This time we don't need to import it because we've already done that. So let's have a look on the desktop here and we can see the deal stems, which I've just made.And in that speed, all our mix outputs and also MP3s have been made at the same time. So we can send those out much more quickly than before. 今のワンパスでこれだけのファイルができたってことですね。
はい、ありがとうございます。まあ、早いですよね。早いですね。まあ、30分番組でいうと8倍だと、まあ、4分はかんない。ちょっとタバコ吸ってる間に、うん、そうですね、ちょっともうできちゃったかなっていう、すべてのステムミックスが、はい、そうですね。だから、うん、プロツールスの中のちゃんと、なんて言うんでしょう、そのトラックの作り方ですかね、はいはいはい、ミキサーの作り方をちゃんとやっておけば、やっとけば最後にもういっぺんにいけるっていうのはもう、もう非常に魅力的ですよね。そうですね、これあると便利ですよ。はい、じゃあ次に行こうと思います。オートメーションの機能になるんですけれども、先ほどのそのタイムスタンプオートメーション、そしてですね、録音中にオートメーションが可能になったっていうのが、これは、ポストプロダクションにとって非常に、メリットのある、更新だと思います。この録音中にオートメーションが可能、これフェーダー情報も大丈夫なんですけれども、もちろんあのプラグインだったりとかっていうののオートメーションも可能です。そして、まあ、逆に言うと それがちょっとそんなことやってほしくないっていう方のために、そのオンオフっていうような、セレクトもできるようになっています。で、これ例えばですね、まあ、ちょっと大規模な話になるとドルビーアトモスのシステムなんかだと、オブジェクトという形で、これ 3D のサラウンドなんですけれども、パンニング情報っていうのを、その各、オブジェクトと呼ばれる単独のトラックに対して書き込んでいくんですね。パンニング情報、これオートメーションデータとして書き込まれるような形になるので、複数の、再生マシンからダバーにガーッと集めて、ダバーでオートメーション、パンニングのオートメーションを書くようなことになるんですけれども、そういった時にダバーに、素材を流し込みながらオートメーションを書き込める。あとは、ライブミックス、これもライブを収録をしながらオートメーションを書いておけば、ライブが終わった時には8割方ミックスが完成しているような、状況っていうのも作れたり、そういうようなこともできます。そしてさらに言うと、この録音中に VCA の子供もって書いてあるんですけども、 VCA のそのスレーブフェーダーの方ですね、スレーブフェーダーの方にも書き込みが可能です。 VCA の制御をしながらスレーブフェーダーのにオートメーションデータを書き込む、そういったこともできます。まあ、通常オートメーションで書き込めることは全てできると思っていただいていいかと思います。じゃあちょっとこれもデモンストレーションの方していただこうと思います。プラグインもかけるってすごいですよね。プラグインかけるっていうのが大きいです。最大の魅力ですね。We'll just watch out for feedback because I'm quite close to the speaker, but I'll turn it right down. It's very loud. So we can see my voice in Pro Tools there. And so what I can now do is I can record automation while I'm recording on the track as well. ちょっとスピーカーと近いのでね。So, yeah, unfortunately, sorry about that. アウトプットを切ってやってますので大丈夫だと思います。今あのトラックちょっとちっちゃいんですけれども、今も実際にもうインプットになってる状態ですね。I'll just make a main fader and turn it down. Hold on one second. I do a new master fader using the new shortcut. We can turn it down.Okay, so we can turn this back up to a reasonable level now. Hello, hello, hello. Okay, cool. So let's pop this track into record. And if I go into record, we can see that we are recording ordinarily in Pro Tools. If I bring up my volume fader, I can also write back automation while I'm recording. Now, you can imagine that if you're recording narration for a television show,for an hour or half an hour or however long you're recording narration for, often you're touching the fader as it's going. Now, if you can record automation while you're recording the audio, it saves you all of that time afterwards to go back and touch up the mix, or at least give you a starting point for your mix. これすごいいいですよ。あのナレーションなんかちょっとナレーターによってはちょっと頭でかすぎて、途中どんどん下がってくる人なのか、もう最初からフェーダーを触ってもう書き込んでいけば、もう取った時にはある程度の均一のレベルになってるとか、そういういろんな使い道はありますよね。はい、そうですね。 And as you asked, of course, plugin automation can also be written while you're recording. So if you're doing something creative to your mix, like a reverb send or a delay send that you might be doing while you're recording, you can now record that automation too.
そう、このプラグインとかのオートメーションというのもやはり積極的に活用することで、非常に幅が広がりますね。And perhaps an interesting way of using it, and also this is good because it shows Waves is working well on AAX 64-bit, is if we set our target level correctly, somewhere around here, and go into write, we can actually have, for example, Waves Vocal Writer doing our fade movements for us.So that could save you a huge amount of time during narration or perhaps during a live recording. これちょっとずるかもっていう感じなんですけども、ボーカルライダーというプラグイン、一定のレベルに向けてあのフェーダー情報を自動で、フェーダーの上げ下げをしてくれる、まあ、ちょっとコンプレッサーともまたちょっと違うんですけども、まあ、テミリッターですよね、いわゆる昔ながらのをやってくれると自動的に、はい、自動的にやってくれるプラグインなんですけども、このフェーダー情報、このプラグインのフェーダー情報っていうのをオートメーションで書き込むと、もう本当に触ってなくてもあれですよね。これってモニターにかかってるからやっぱりいいんですよね。そうですね。これレック中にかけるとやっぱりあ失敗したって言ったらちょっと繰り返しつかないことになるかもしれないけど、はい、モニター上でかけることによって後で微調できる、あそこちょっと直したいなのがすぐできちゃうっていうのは便利だけなんですよ。でさらに、ね、だからプラグインは結構有効活用するのは、うん、あのプロツールズの一番の一番いいとこですね。一番いいとこです。はい、はい、でやはりプロツールスのオートメーション、これにさらにトリムがかかるので、うん、このデータをもとにトリムでさらに微調整して仕上げ、仕上げればおしまいと、あの作業効率はるかに早いです、はい、こっちの方が、はい、ありがとうございます。じゃあ、次のトピックですね、メーターですね。メーターに関しては非常に強化されました、なぜ今まで1種類しか表示できなかったんだろうっていうようなぐらい、強化されまして、やはり一番大きいのは VU だと思います。 VU ですね。はい、VU、あとはピーク、この表示ができるようになりました。そしてですね、これ、初期設定の中にあるんですけれども、それぞれのメータータイプに対して、かなり細かなパラメータセッティングができるようになっています。そして合わせてゲインリダクション表示とあるんですけれども、ここの小さなオレンジ色の下向きのバーですね、普通常のフェーダーにの横にゲインリダクションの表示というものが、追加で表示できるようになっております。これ便利ですよね。一緒に VU と一緒にゲインリダクションを見ると、はい、やっぱり自分がどれだけの、ゲインリダクションしながらあのレベル操作をしているかというのが分かりますので、これもまあ実際見ていただいた方が早いですね。あ、そうです。VU ってね、結構今までも、はい、まあ、VU 系あるスタジオならいいんだけど、まあ、うん、まあ、自宅でやってる人 VU 系ないからって昔ないの頃って、はい、あれだったさ、 PSP のヴィンテージメーターとか使って、ね、あれすごい気に入ってたんだけど、はい、手になってからなくなっちゃってとかあってありますね。フェイ、ね、あのフェイズスコープで、はい、あの VU 系は結構、うん、オーブンファクトリーよりはちゃんと動きますよ、うん、だからそういうのでやったのが、まあ、うん、まさに欲しかった機能っていうのが入りましたよ、うん、バーメーターなんでね、ちょっと ね SSL なのプラズマを思い出すような、そうですね、そうですね、動きなんですけども、So, I've just gone back to a music session for a second just because there's more happening in the meters、うん、just to show a little bit more easily what the meters are doing. So let's just go into playback here. I'll just turn down the master because we don't need to hear it particularly. But if we right click on the meters, we can change the meter type. So of course we have Pro Tools Classic. So the people who've been using Pro Tools for 10, 12 years have still got the same kind of meter. これ従来のプロツールス、プロツールスクラシックと呼ばれている表示ですね。We also have new choices like VU as we just mentioned. Now this is a music session so the levels are quite high. I'll zoom in a little bit so we can see the movement of the meters a little bit more clearly. As you can see, as you change between the different meter types, the ballistics of the meter are very different. They have quite a different reaction.そしてさらにこれはあの各トラックごとに別々の種類の All the choices either you have all the tracks are the same but the master can be of a different type. マスターチャンネルは別の That's correct. Yeah.
So you, all your channels are the same, but the master is of a different type. You can select a different type. So within there, within the mix window, we can right click and select the different kinds of meters. And we can select those during playback as well without stopping playback. In New Zealand, where I come from, every day we use this PPM meter scale. It doesn't seem to be used in Japan, but for example, this is now in the HD software. A hardware meter costs nearly $3,000. So there's a lot of ways to use the new software to help you in other areas in your studio too. So on top of that, we're talking about, for one thing, the faders are 30% longer than in Pro Tools 10. It's a little bit hard to tell on the screen without Pro Tools 10 next to it, but the faders are 30% longer than before. Fader 自体も 30% 伸びてます。 So let's jump in and turn on the gain reduction function. So we can see that next to the track, we've got gain reduction now showing. This is a feature that was on D command and D control. If you're familiar with those, next to the encoder, you could have gain reduction. Now in Pro Tools 11, you can have it in the software. 今までコンソールタイプのものだったらリダクション表示っていうのはできるものあったんですけれども、これはソフトウェアのみで、で今ゲートの表示とかもされているので、right. at the moment on these tracks, we're also showing the gate gain reduction. ゲートとコンプとそのダイナミクス系のものっていうのを一括表示したり、コンプレッションだけにしたり、ゲートだけにしたりというような切り替えも可能です。And let's have a look up at the inserts as well. We can actually seeGain reduction in the inserts in the mini view as well. So we can see those meters. 小さいんですけれども、インサートタブにもこのゲインリダクションの表示っていうのが追加されています。 So from the highest level, you can see if you're using a lot of compression or not quite easily. And another thing, is we now have a meter, although it's not selected to any output right now. Let's, find an output.We find a bus. We can select any bus or any output. トランスポートウィンドウとにもあのメーターが追加されてます。でここは、特定の出力だったりバスを選んで、特定の表示ですね。VU だったりピークだったりっていうのを選んで。でこことあとは、エディットウィンドウの上ですね。上にトランスポート表示をしたときにメーターというのが表示されるようになってます。まあ、やはり基本はここはあのマスタートラックになるかと思うんですけれどもそれを常に監視し続けるということが可能になってますね。 So there we have the meter going in the transport window、yeah. but also if we go over to the edit window it's also in the top of the edit window too. So if you use the edit window a lot and you're not looking at the mix window you can still see your master levelAnd one more thing that's probably in the next slide is we can also show send levels. Send level, We can show send levels in, where are we here? Send level. So next to our sends, we also have a mini meter. So we can see what our send levels are in a mini view also.はい、センドのタブにもちっちゃくセンドレベル実際に送ってるか送ってないかというのが確認できる。 And one more thing, in Pro Tools 10 you could only expand two sends into mini fader. 拡張表示で小さなフェーダー、これが、全部の段いけるんですね。 But now in Pro Tools 11 you can expand all of them. So if you had a lot of sends or perhaps headphone cue mixes,You can see all of them very, very easily. 大きなミキサーと同じような表示が可能になってますね。Okay. じゃあちょっと次のトピックに行ってみようと思います。はい、そして、プラグインですね。プラグインの方も64ビット化されたということで、X プラグインという新しいものに全てが置き換わります。そしてここで注意していただきたいのが64ビットの X プラグインである必要があると。
という部分、ここはご注意いただきたいと思います。Pro Tools 10までの32ビットの世界ではなく、11からは完全に64ビットの世界ですので、64ビットコンパチの AX でないといけないと。そして、ここに今上がっているプラグインというものっていうのが、今実際ここの、ダニエルさんに今日持ってきていただいたデモマシンで、ベータが動いているものになります。なので、近日、ここら辺のものっていうのは登場してくるかと思います。特に、ポストプロダクションで必要とされる、ニュージェンオーディオだったり、アイゾトープだったり、はい、ウェーブスとか、ここら辺の名前が上がっているのは非常に心強いですよね。So, we can just jump back into this session for a second. Sorry. We can see that these plugins are already working with no issue. So, if you're in post-production, loudness metering is now absolutely essential. So, those plugins are all ready to go. はい、今ベータ版しっかり動いてます。で、左側のやつは、ニュージェンオーディオの BizLM で、右側のものが、ちょっと後ほど簡単に紹介したいと思うんですけれども、アビットの、プロリミッターというリミッターですね。これリミッターなんですけれども、インテグレートだったりヒストリー表示等もできる、リミッターということになってます。これトゥルーピックを潰せるリミッターですので、完全に、その規定に合った素材を作るというところで、非常に役に立つというところですね。そしてもちろん、X 対応プラグインというのは今後もどん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 増えていきますので、お楽しみにというところなんですけれども、でプロリビタ、ちょっと先に紹介しちゃいましたけども、ここで、インテグレートとか、あとヒストリー、こういったものの測ることを測りつつ、さらに、ピークのリミッティング、トゥルーピークリミッティングのできる、リミッターですね。これアビットの方から発売されていて、しかもそのリミッティングのアルゴリズムに関してはシステム5というアビットのフラグシップコンソールの方からの移植ですので、非常に音質的にもクリアで、先ほどミュージックセッションでも杉山さんがちょっとお試しいただいてね、結構いい音でした、ね。はい、期待できますよね。はい、今までこれ使うのは、今あれラウドネスメーター、まあ、日本仕様のやつはちょっと今入ってなさそうだったんですけど、そうですね、には入ってなかったんですけど、まあ準じたやつが今入って、はい、なおかつピークリミッターが入ってると考えると、結構これは一つ のプラグインだけで両方見れるっていう、ラウドネスも見れるし、うん、ピークも抑えられて、はい、見れるっていうんじゃ、結構ポスプロじゃ、まあ、1台絶対持ってたい、うん、これ重宝すると思いますね。EBU の R128 なんですけれども、改定後のやつなので、当初は違ったレラティブゲートの値とかっていうのも国内の規定と一緒なので、まあ、本当にニアリーイコールの値が、はい、測れるかと思います。そして、最初の方でもだいぶ話をしてしまいましたけれども、ね、アビットビデオエンジンの部分ですね、メディアコンポーザーのビデオエンジンが移植されたというところなんですけれどもアビット HD ビデオをプロツールスでインポート再生ができる、このインポート再生の時にトランスコードが必要ないというのが非常に大きなポイントだと思います。やはりさまざまな複数のコーデックを扱おうと思うと、コーデック変換、自分の一番得意なコーデックに変換してから再生しますというのがやはりノンリニアの世界だと一般的なんですけれども、メディアコンポーザー自体が持っているコーデック DNXHD を中心としたネイティブコーデック、それ以外に AMA アビットメディアアクセスというこの機能ですね、これが非常に強力なんです。これビデオサテライトとかでメディアコンポーザーお触りになっている方は体感されている機能だと思うんですけれども、コーデック変換なしにほぼ現存するすべてのコーデックをそのままインポートできる機能、これが Pro Tools の方にそのまま再生されていると。でここで AMA キーでクイックタイム再生というふうにあえて書いているのは、従来の Pro Tools 10で開いていたクイックタイムコーデックのムービーファイルに関しても AMA 経由で問題なく動作ができるということを言いたいというところですね。そして、アビットの純正のモジョ DX だったりナイトリス DX からビデオ出力も可能、そして、今までのブラックマジックに加えて、AGA の方もサポートが始まりますので、IOXT だったり、コナだったり、そういったものをお使いいただくこともできるようになっております。
そして、対応ビデオコーデックなんですけれども、ネイティブ対応としては、DNXHD、Avid の圧縮 SD、 あとは DVHDV、そして、DVC プロ、プロレツ、あとは MPEG、そして、ソニーの XD カムということですね。 MPEG の HD422、ここら辺がネイティブ対応しております。それ以外に、ここのこちらは、AMA 経由ですね、クイックタイム、ソニーの XD カム、ソニーの XAVC、最新のものですね、あの F55 というカメラで、4K 対応のファイルですね、だったり、パナソニックの P2、それ以外にも、レッドだったりアリだったり、そういったものも、全て AMA 経由で開、そのままプロツールスで開けてしまうというような、かなり大幅な更新がなされてます。これ実際の作業としてはどうですかね。そうですね、これポスプロさん の、 この編集のスタイルもあると思うんですけど、はい、まあ、コーディックが増えたということはもうかなり、どういうのかな、今までやっぱり再生できないやつあったんですよね、持ってきてもらっても外部の編集から MA 来たんだけど再生してないからこっちで、また変換しないといけない、この手間ってかなり時間かかる、ね、そうですね、大体実時間以上は必ずかかっちゃいますからね、だからその辺はやっぱりコーディックがこんだけあると、まあ、ほぼって言ってもいいです。そうですよね、うん、今何持ってきてもらっても基本大丈夫と、ね、大丈夫だっていうことですよね、うん、And the lucky thing is because it uses the same video engine as Media Composer, which is one of the world's most popular editing applications, as I'm sure you all know, whenever a manufacturer releases a codec or an AMA plugin for that, it's going to work on Pro Tools as well. そうですよね、やはり、編集でよく使われているメディアコンポーザーのファイルもそのまま、AF という、まあ、トランスあのコーデックで、あ、コーデックじゃない、AF で書き出してもらえればプロツールでそのまま開けますの で、 そうです、ね、ここら辺の互換性の高さ、まあ、ここら辺は AMA はだいたいそれでいきますね、うん、まあ、ビデオも、まあ、あと今ダニエルが言ったのはその AMA っていうものは、まあ、メディアコンポーザーで採用している、まあ、アビットメディアアクセスなんですけども、基本的にあのこちらに対応するコーデックっていうか、まあ、その開発はあのカメラメーカーがやるようになっていますので、まあ、やはり毎年新しいコーデックが何かしら出てくるんですけれども、メディアコンポーザー用にが読めるようにそういった AMA のプラグインというのを多くのカメラメーカーがあのディベロッパーズアグリメントを取って、開発しておりますので、そういったあのコーデックへの対応も今後新しいコーデックが出た場合でも迅速に行えるというメリットがありますということでした。はい、で、実際のその、まあ、クロスプラットフォームだったり、編集と MA の連携の部分というのはこの後の、時和野さんのセッションの方に、で詳しく掘り下げていくということにしたいと思うんですけれども、やはりそのメディアコンポーザープロツールス総合運用性というのは非常に向上しております。ここら辺は、次のセッションでじっくりとという形ですね。はい、じゃあここでちょうどいいところでバトンタッチをさせていただいてもよろしいでしょうか。今の予定通りの終わり方ですか。はい。はい、私の方からですね、改めましてアビットの時和野と申します。よろしくお願いいたします。今まではプロトゥルズ11自体でですね、そういったそのポストプロダクション向けの、まあ、機能、オフラインバウンスも代表的なものですけれども、まあ、それはアビットビデオエンジン、そのプロトゥルズ自体で、まあ、ビデオのコーデック、まあ、どのような形で読んでいくか、そしてまあどれぐらいのパワーで再生できるかというようなところをまあそのご説明申し上げたんですけれども、これからはそのアビットのですね、まあその映像とまあオーディオの方のですね、まあコラボレーション的な部分ですね、まあいわゆる MA と編集という部分、もしくはそれから MA の方でも大規模なセッションを作る場合に、まあ複数のプロトゥールズを使った場合にまあどのような形で作業していくかと。でそもそもあのアビット、まあプロトゥールズ11ですけれども、大体20年ぐらい、アビットは会社としては大体25年ぐらいやってる会社なんですけれども、プロトゥールズ、まあ、どうしてもイメージとしてはエディタープロトゥールズですとか、それからメディアコンポーザー、
スタンダーローンの制作ツールというイメージが、まあ、あの皆様多いと思うんですけれども、まあ、90年代にそういった製品を開発した後、そういったものをそのプロダクションワークフローという形で、まあ、当時はユニティのサーバーのシステムだったんですけれども、まあ、ワークシェアするシステムを出し、そして、まあ、2010年代からはそのコンテンツを管理するプラットフォーム、まあ、つまり作った制作したコンテンツを、まあ、そのマネタイズするために、まあ、どのようにアセット管理していきましょうか、そしてその過程の中でどのようにプロダクションのアセット素材の方を管理していきましょうかという、まあ、プラットフォーム思考に、変わってきているわけです。そしてプロトゥールズ、そしてメディアコンポーザーもそのプレイヤーの中の一つという形で捉えられています。これはまあ非常にその簡単にアビトの製品でまとめた場合、これちょっと製品名になっちゃって分かりにくいんですけれども、AirSpeed 5000というのがいわゆる収録インジェストですね、まあ、それから編集やって、シンフォニーというものでポストプロやって、それから AMG というものでテロップ入れやって、 MA やってっていう形、まあ、必ずしもその実際の作業はこういうリニアで流れないんでしょうけれども、その中でワークシェアするための ISIS というサーバー、そしてそれら の, プロダクション側のアセットを管理する、まあ、PAM、PAM って書いてますけれども、プロダクトアセットマネジメント、インタープレイプロダクションという製品があるんですが、そちらの方で管理する。そしてさらに一本化した素材に関しては、インタープレイ MAM、メディアアセットマネジメントの方ですね、こちらの方はその一本化された後 の, そのアセットを管理する、そしてそれらを統合していくというワークフローをアビットの方は提唱しております。そしてまずそのアビットのファイルベースワークフローのコンセプトなんですけれども、とにかくその信頼性の高い、まあ、流れるようなワークフローを構築するということ、まあ、当然プロフェッショナルの方がお使いになりますので、その中でも、制作素材の管理に特化したニーズがあるわけです。例えば、通常のアセットマネジメントシステムですと、まあ、いわゆるその、まあ、検索しやすいように、まあ、いろんなメタを入れる、それは当然のことなんですけれども、プロダクションのアセットマネジメントの方ではですね、そのインデクシングなども行って、例えばこの方が使っているときにはこの人はファイルアクセスできませんとか、もしくは消してはいけないようなものを予約機能をつける、まあ、そういったそのインデクシングの機能なども、インタープレプロダクションの方では網羅していると。そして今日お越しの皆様方、ポストプロダクションの方が多いというふうにお伺いしているんですけれども、そこで非常にその重要視されるのはというのは、ポストプロダクションの皆様の中には、まあ、コンテンツ必ずしもコンテンツホルダーじゃないケースというのもあるわけですね。でコンテンツホルダーで、まあ、その中のポストプロディビジョン、まあ、例えば放送局さんなんかそうでしょうけども、もあれば、外プロさんとして完全にそのお客様のクライアント の,、まあ、そのアセットを預かっているというような場合に、まあ、一本化したファイル の, そのアセットを管理するというよりも、どちらかというと制作のワークフローをスムースにするために、こういったそのインタープレイみたいなものを導入するという意味で、プロジェクトコラボレーションが非常に重要になってきます。でそこでメディアコンポーザーですとかプロトゥールズ、そういったものと の,、まあ、その AAF での互換性の向上、先ほど陽介さんの方にも説明ありましたけれども、をやったり、あとはその放送局様ですとかポストプロダクションで絶対必要になるのが、まあ、いわゆるそのディターミニズム、決定論と呼ばれているんですけれども、プロフェッショナルの環境においては絶対これだけはできなければいけない、そのやれるという仕様のものは必ずできるというようなことが必要になるわけですね。特に後ろにクライアント様がついていらっしゃるような場合はそういったことが必要になります。でそういったディターミニズムに、まあ、乗っ取った製品というのが、一つは HDX、 いわゆる DSP ベースで、例えばトラックカウントですとかミキシング環境を、まあ、一定規模で必ず保証すると。そしてもう一つがサーバーで ISIS というサーバーがありますけれども、こちらの方も再生ストリーム数を必ず保証する、それ一定の環境下の中で、保証するというような、まあ、その性能保証済みプラットフォーム、ディターミニズム、プロが必要な、ディターミニズムにのっとったその環境、そういったものを提案しています。そしてもちろん先ほどダニエルが説明したように AMA の開発がカメラメーカーなどがやっていると言いましたけれども、まあ、より広いそのオープンエコーという形でアビットのプラットフォームを広げていく、そういった意味でサードパーティーのソリューションなども提案しているという形になります。でちょっとその全体のワークフローの方 の, プレゼンテーションをする前に、今まで説明してきたそのインタープレイプロダクションというのは、まあ、そもそも何なのかというのは、まあ、非常に簡単ではありますけれども、先にご説明申し上げたいと思います。インタープレイプロダクションというのは、まあ、世界中の放送局ですとか、それからポストプロダクションなどを含めますと、大体1400以上、2007年に、まあ、リリースされているプロダクション制作環境のアセットマネジメントシステムです。
そして日本の方でもですね、日本の方は HD トランスフォーメーションがやはりテープで2005年ぐらいから行われて、なかなかその綺麗なファイルベースの方に移行できていないというような形で、そのファイルベースのアセット管理システム、特にプロダクションの方では遅れがちであったんですけれども、まあ、この2012年から23年にかけて、まあ、約1年間にかけて11セットとですね、インタープレイの方をまあ導入させていただいているという形で、徐々にその日本でもそのアセットマネジメントの管理の方、認識の方がですね、上がってきているというようなトレンドになっています。そしてインタープレイプロダクションの顧客タイプということになるんですけれども、今日ポストプロダクションの方が多いということで、まあ、この赤く囲った部分がその主にポストプロニーズとしてですね、あるインタープレイに便利な機能ではないかということですがけれども、まあ、それ以外にいわゆる放送局様ですとか、まあ、そのリッチコンテンツを扱っているそのマルチプラットフォームディストリビューションをやっている、まあ、そのコンテンツホルダー、それからそういったコンテンツをですね、ベースに、まあ、いろんなフォーマットで放送したりウェブキャストしているような例えば HBO みたいなところですね、ところでもインタープレイプロダクションというのを使っていくことができますよと。でポストプロニーズとしてはやはりその編集のフォローをしたり、それからコラボレーションする、まあ、MA とビデオ編集のコラボレーションをする、まあ、そういったニーズが、まあ、やっぱりインタープレイを導入するメリットとして考えられるのではないかという形になります。そして、まあ、インタープレイプロダクションの主なメリットという形になるんですけれども、この、まあ、やはりここでも赤く囲った部分がポストプロダクション様向けに非常に便利な機能です。まあ、有意義なメリットになります。まあ、特にそのプロジェクトやシーケンスのバージョニングの管理ですとか、それからまあその共有ストレージでソースメディアのファイル複製作業、まあよく何回も同じビデオを取り込んでしまうみたいなことがあると思うんですね。そういったものもまあ検索して、その重複してそのベースバンドから取り込むみたいな無駄な作業をまあ行わなくても済む、まあ、そういったような形でさまざまなワークフローの中でメリットを共有することができるというのがインタープレイプロダクションの主な特徴です。じゃあその、まあ、やれることは分かったけれども、じゃあ実際インタープレイプロダクションってどういうものなんでしょうかというような形になるんですけれども、まあ、これがインタープレイプロダクションの構成ブロックという形になるんですけれども、まあ、一つはそのデータベースのソフトとハードウェア、まあ、いわゆる一つのサーバーみたいな形になっているんですが、エンジンとそのインデクサーがありまして、それを動かすためのまあクライアントのアプリケーションがあります。それに対してお客様のニーズに合わせて、例えばアーカイブを管理するですとか収録を管理するですとか、もしくはトランスコードをする、バックグラウンドでトランスコードをするみたいな、そういったメディアサービスの機能を後から追加で加えていくことができるというのが特徴になっています。非常にスケーラブルなシステムになっています。で今言った説明した内容をですね、まあ、図に表すとこういう形ですね、こういう、まあ、このエンジンがありまして、バックボーンとしてエンジンが動いておりまして、そこにまあいろんなそのデータベース、データを見るためのツール、アプリケーションがあります。これが今いわゆるユーザーの方が触れる UI になるわけですね。そしてその後ろでは実際にはそのメディアサービスを実行するため の、まあ、そのトランスコードのサーバーですとか、それからそのソースサーバーに送るためのトランスファーのシステムですとか、アーカイブを管理するためのアーカイブのシステム、サーバー、そういったものが用意されているという形になります。じゃあその具体的なメリット、例えばその映像編集をやっているというところと、まあ、そのオーディオ MA をやっているところの、まあ、インタープレイを導入するメリットとしては、まあ、例えば一つのメディアサービスの例としてインタープレイトランスコードというのがあります。でその際に、まあ、オンラインの編集は、例えば AVC イントラでやりましょうと、そして映像の編集の方は、まあ、こちらで、AVC イントラでそのままやるんだけれども、まあ、後ろでですね、MA の方はもう少し軽いコーデックでもいい、DV25 とか、それから MPEG4 のプロキシとか、そういったものがいろいろありますけれども、XDCAM50 もあるかもしれません。そういった形に、その裏でバックグラウンドでトランスコードして、MA の方にそのコーデックのファイルを使ってくださいよっていう形で連絡すると。でその時に、2つのそのファイルというのは、1つのメディアコンポーザーのシーケンスの中で、マルチレゾリューションリンクという形で、例えば、MA 間をやるような場合、その実際の MA の作業では、こちらの方で、他の、まあ、プロキシのコーデックを使っていて、まあ、ディレクターさんが来て MA の部屋でやっぱオンラインクオリティで見たいなという場合に、まあ、マルチレゾリューションリンクで一発でその AVC イントラのコーデックに切り替えてレビューすることができる。でもしくは、こちらの編集用の部屋でもそのオンラインの編集以外にもっとその編集マンがいっぱいいてですね、3倍の負荷を軽くしながらプロキシの編集もしていきたいという場合に、まあ、そちらを使って編集していって、オンラインでレビューしたいときにはそれをマルチレゾリューションにする、
のでポンと切り替える。そして、オンラインで、編集した結果を一本化してオンエアもしくはデリバリーメディアに送るというようなワークフローが成り立つわけです。そういったものを全て自動化するというのが、まあ、大きな特徴になります。でこれはその AVC イントラを、まあ、最終的に、まあそのデリバリーメディアとして、使った場合の一つのワークフロー例なんですけれども、実際にはですね、いろんなカメラが出てます、まあ、AVC イントラはいわゆる P2 の中のコーデックですので、まあ、そのパナソニック様のコーデックということになるんですけれども、実際にはソニー様 XD カムですとか、それから XAVC というものも最近出てきていますが、まあ、カメラは他にもいろんな HDV ですとかいろんな形でそのフィールドで撮られた素材がどんどん来ます。そういったものをとりあえずですね、一回サーバーの中インタープレイの中に入れておいて、必要であればトランスコードし、そしてメディアコンポーザーやプロトゥールズでネイティブで扱っているものはもしかしたらトランスコードしなくてそのまま作業しながら最後に一回 AVC イントラに変換してデリバリーメディアに送るというような形で、まあ、そのスムースなそのファイルベースのワークフローを作ることができます。でよく言われるのがそのファイルベースを入れたんだけれどもテープでやってた時よりかえって効率悪いみたいな、でそういったケースっていうのは大体あの非常に多くの、多くのですねトランスコードが、まあ、ここでもありあそこでもありあそこでもありあそこでもありと、その部署をまたぐたびにそのトランスコードしてしまっているので、なんとなくそのテープでベースバンドで実時間でキャプチャーしている時よりもなんか遅いんじゃないかみたいないうようなイメージを持たれるケースがあると思うんですけれども、最初からワークフローをですねきれいに構築していけばファイルベースの方がはるかですね、あのそもそも検索している時間がテープと全然違いますね、まあ、大体テープを使って作業している場合の、まあ、7割ぐらいというのは大体検索している作業で手が動いているのでなんか仕事している感じになりますけれども、実際には、そういった無駄なくそのファイルベースのワークフローを使うというファイルベースのシステムに移行するという意味ではまずワークフローから考えるということが非常に重要になってくるという、まあ、例になると思います。そしてインターフェイスプロダクションの方のデスクトップクライアント、まあ、皆様方が使うものですけれども、もちろんメディアコンポーザーをベースにして使うこともできます。そしてデータベースのアクセスとしては、この通常ですとインタープレイアクセスというものを使います。そしてさらにそのプロキシーの編集する場合にアシストというものも使います。そしてまあ報道の場合はインスティンクトというものを使ったりするんですけれども、このような形でまあ今まではどっちかというとシッククライアントという形もアプリケーションとして分かれていて使っていたんですね。でそれが今後ですねあのインタープレイの方針としてはよりですねあの幅広いプラットフォーム、例えばそのプライベートクラウドベースで、まあ、外からでもアクセスできるような形で、まあ、そういうあのシッククライアントからシンクライアント、これは、HTML5 ベース の, そのウェブブラウザーなんですけれども、ウェブブラウザー上で動く。でこれはたまたまジャーナリスト用で、ここにそのムービーがあって、タイムラインがあってボイスオーバーができて、ここに原稿が見れるみたいな風になってるんですけども、このレイアウトも自由に変えられます。例えばロギングをやる方はロギング専用の画面にしたり、それからまあ簡易編集をやる方は、あのメタを入れる方はそのメタを入れやすいような画面にしたりというような形で自由にレイアウトを変えていくことができます。こういったそのインタープレイセントラルという UI の方に、今後はこのような形で統合されていくとということで、そのヘビーにその編集していくような、まあ、プロトゥールズもそうですけれども、メディアコンポーザーみたいな編集のソフトと、それから UI としてはもう一つ、そのインタープレイのアプリケーションとしてはインタープレイセントラルの方に、まあ、統一して、複数の作業を一つのアプリケーション、UI の中で実行していくことができるというのが、まあ、あの今後のトレンドという形になっています。ということで、まあ、前段としてですね、そういったインタープレイというものが、まあ、あって、そのアビットのその統合ワークフローというのが成り立ちますが、インタープレイがなくても当然あのアビットのそのビデオの、編集のシステムと、例えばその小規模で、2対2ぐらいで作業をやってるみたいな、あの映像編集が2人でその MA が3人とか、まあ、そういったそれぐらいの小規模の場合ですと、もしかしたらインタープレイとかがなくてもそのインデクシングとかの必要はないというようなそのあのプロダクションもあるかと思います。そういった部分も含めて、統合ワークフロー、そしてより中規模大規模に、作業するときにはインタープレイの方を導入していくというような流れで統合ワークフローの方をちょっと見ていきたいと思います。まず基本的なですね、そのアビットのその映像編集とそれから MA のまあワークフローなんですけども、今 Pro Tools 11から Pro Tools の中だけでもビデオを再生することができるようになりましたが、ここで表示している絵はビデオサテライトを使っているという前提ですね。まずその ISIS のサーバーがあって、こちら側がいわゆる編集サイドです。編集ビデオエディターが使っているメディアコンポーザーのシステムですね。でそれに対して、こちら側が MA という形になります。 MA は Pro Tools でオーディオをいじるんですけれども、ビデオサテライトとして、まあ、こういったその映像の編集のシステムがあって、それを、まあ、ISIS の中に入れてワークシェアしていくと、
これは特にインタープレイとかを導入しなくても実現していくことができる、まあ、ワークフローシステムになっています。で、この時に、まあ、そのデータのやり取りで使うのはいわゆる AAF ですね。先ほどから説明してますけれども、後ほどさらに詳しく AAF でどれぐらいのデータをやり取りできるかというのも説明します。で、この中心となる ISIS ですけれども、こちらの方ですね、まあ、いわゆるそのサーバーとしてのスペックがここの方に書かれていますけれども、そんなに難しく考えなくてもいいというのは、いわゆるそのこの ISIS の一番の特徴は、まあ、いろんなレード5とかいろいろありますけれども、その ISIS クライアントユーティリティをクライアント側にも入れて、それからその必ずしもそのサーバーの帯域がですね、あっても、実際にメディアコンポーザーだとかを再生、つないで再生してみると、クライアントが増えるとうまくビデオが再生しない、フレーム落ちしちゃうというようなことが結構あると思うんですけども、ISIS の場合はそういったことが絶対ないように、ISIS クライアント側にもユーティリティを入れて、いわゆるそのサーバー側 の、 そのアクセスと、それから CPU のアクセスを見ながらレイテンシーコントロールをしています。ですので、弊社の方でアビットの方で、この環境であれば、例えば AVC イントラ100Mbps が、まあ、3ストリーム何クライアント大丈夫ですよと言ったら、それは、いわゆる再生保証という形になります。それが再生できなかったら、まあ、他のいろんな環境に問題があるので、まあ、弊社の方で責任を持って最後までやると。で、まあ、それ以外のサーバーというのはあくまでもベストエフォートという形で、まあ、その帯域は足りているので、これぐらいあのビデオのコーデックのこれぐらいの使用数はこれぐらいだから、何ストリームはいけんじゃないですかみたいな形ですね。まあ、それが2クライアント3クライアントだったら、例えばそういった代理店輸入元ですとかメーカーの方でもチェックできるでしょうけども、それが20クライアント30クライアントになったら全く同じ環境を作るというのは非常に難しいわけですので、本当にベストエフォートという形になってしまいます。ですので、まあ、ここで覚えておいていただきたいのは、ドロップフレームしたくなかったら ISIS を使うというようなことが、まあ、やっぱり一番重要なことになると思います。で、もちろん共有ストレージをするメリット、まあ、その ISIS に限らずですけれども、で Protools 10の方からですね、ディスク10それから11、ディスクキャッシュ機能という形で、まあ、そのオーディオデータをですね、ストリーミングして、そのローカルのですね、RAM の方に読み込んで再生するので、逆に言うと映像再生、サーバーに負荷がかかるのは映像再生だけですというような形になっていますので、まあ、そういったその作業のメリットですね、ProTools 10以上を使うと、まあ、もちろん11でも対応していますけれども、そういったディスクキャッシュのメリット、そういったものも非常に大きくアピールしたいところではあります。そしてよりハードルが、モジョアビットメディアコンポーザーを導入するハードルが非常に下がりまして、モジョ DX の方はサンダーボルトのアダプターがついていますので、極端な話その Mac mini ですとかそういったものでも動作することができるようになっていますというのが特徴です。はい、そして、さらにですね、小規模中規模、この Protools 11からですね、サテライトリンクの機能、Protools 最大12台までつなげるという機能なんですけれども、ニアサンプルアキュレートで同期していくという、まあ、形ですね。それが標準につきました。そしてメディアコンポーザー7の方にはビデオサテライトオプションが、今まで有料の別オプションだったんですけれども、標準で、ビデオサテライトオプションもつくようになっていますので、そういった形でワークフローを作ることもできるようになっています。ちょっとこのハイブリッドコンソールのところはセクションはですね、時間の都合でちょっとカットさせていただきますけれども、ビデオサテライト、いわゆるサテライトリンクオプションを使って、作業していくという部分でいうと、まあ、そのコンソールとの、まあ、統合なども非常に重要になってきますので、これらも機会がありましたら、また今日ももし8時以降ですね、懇親会でお残りの方がいらっしゃるようでしたら、さらにこちらの方も詳しくご興味のある方には説明させていただきます。まあ、1点だけこのテクニカラーのフィルムダブステージの、まあ、絵だけちょっと簡単に紹介したいと思うんですけども、いわゆるこれはシステム5ですね。で、先ほどからハイブリッドコンソールって言ってるのは、いわゆるその DSP でコンソールする部分と、それからProTools のミキサーの中のですね、フェーダーがそのまま1本ずつ立ち上がるという形で、まあ、その DSP とそれから ProTools の、 ミックスを、まあ、その両方コントロールできるという部分になりますが、多くの場合、オートメーションなどの記録は最近 ProTools に入れることが多くなっていますので、どちらかというとそのコンソールの役割というのはマディのルーターと